クローン人間を作るか、それとも自らがクローン人になるか、この差でしょう吉谷さん。いやー、人を雇うってのは本当にね、もう勘弁してほしいですね。まあ人を使う力量がないと言われればそれまでなんですけども、いや勝手なこと言わせていただければね、使える人間はいないとなんかそのプログラミングとか YouTube の動画の方が当てになるというところがありますね今はね。まあ、ですから会社をねたくさん経営してきましたけど、私もね今経営してる会社は誰一人雇ってないのに何人雇った時以上に利益が高いんですよ。で安定してるんですよ。しかもなんか決定が早いですよね。自分で決めたらそれで終わりですから、反対者誰もいないというね。でなんか労働環境が悪いっていうふうに文句言ってくる人もいないし、なんだったら給料ゼロでもいいわけですよ。給料ゼロでも何の文句も出ないというね。だから社会保険とかも会社複数やってても存在しなかったりするんですよね。もちろん労働基準監督署に気を使う必要もないし、組合もないし、むちゃいいなと思いますよね。だから私は今この時代に雇わない生き方、雇われない生き方、これができるのは本当にありがたいことだなと思いますね。まあちょっとだけ思うのは、人を雇ってね、なんかこう包容力っていうんですか、なんかこの雇用を生み出してみたいっていう好奇心はあるんですけども、ただそれをするとね、やっぱりこう社員によってすごい搾取されるんですよね。社長だから責任を取れとかね、上司なんだろうとかね、社員の不祥事まで社長が被らないといけないですよね。で社員が飲酒運転しましたでね、責任取るの上司とか会社の役割、会社の看板傷つく、もういい加減にしろよとね。社員が会社の信用でお金借りましたね、請求会社に来る、もういい加減にしろよみたいな、ね、で金を払ってるのに言うこと聞かないというね。まあ私の力量がないんでしょうけどね。まあ散々でございます。今は本当ハッピー夢のようですよ。誰一人私から搾取しないというね。だからよくね、経営者は従業員から給料を搾取してる、ピンハネしてるって言いますけど、全く逆ですね。全く逆逆、うん、いやこんなこと言ったらね、一般労働者の方に申し訳ないかもしれませんけども、結局創業者、人を雇う人っていうのは、その従業員を金持ちにしようっては思わないんですよ。なるべく安く使って、なるべくたくさん働いてもらいたいんですよね。で働いてる人はなるべく作業を減らして、休日を多くして、で、たくさんお金が欲しいんですよね。ボーナスを出せとかね、昇給はないのかってやってくるわけなんですよね。だからこれは大量生産大量消費の高度経済成長の時代にはもうみんなでウィンウィンでよかったんでしょうけどね。今みたいな経済縮小の時代にはもう全然通用しないんでしょうね、きっとね。だから自分の食いぶちは自分で稼げということになってきて、まさに働かざる者食うべからずっていうのがね、出てくるのかな。もっと言ったら、働く働かないじゃないんですよ。だから実績なき者はされっていうことなんですかね。ちょっと非常に厳しいことなんですけども、実績なき者はされということですかね。まあでもね、やっぱりどうやってもね、売り上げ作れない人もいるんで、なんかそこに寄り添っていきたいなって気持ちはありますね。実績なき者され、突き刺さるな。いってらっしゃい。